このレッスンでは CSS フレームワーク Bootstrap トトの中に用意されている12グリッドをベースにしたレスポンシブなレイアウトの考え方についてご説明していきます。今ご覧いただいている Bootstrap トトのウェブサイトの説明ページですとか、もしくはダウンロードしてきた Des や Sas のファイルを紐解いていきますと、このようにデフォルトの グリッドのカラム数が12に指定されていることがわかります。これは画面を縦方向に12等分に分割をして、ここは3列分、ここは4列分といったように必要に応じて組み合わせて使っていくイメージです。12という数字は2でも3でも4でも割り切れますので、 均等なカラム分割のバリエーションを作りやすいということもありますし、すべてを均等に分割しなくても、例えば2対10、3対9、4対8のように、不均等に分けてサイドバーとメインコンテンツのような使い方にすることも可能です。 基本的には PC のような大きな画面で見ているときにこの12グリッドを横に並べた状態で表示されるわけですけれども、ウィンドウの幅が変化するときはどのように見えるかということを確認してみましょう。ブラウザの方に移動してみます。こちらはブートストラップの CSS を使って私があらかじめ作っておいた HTML です。 今、ウィンドウの横幅が広い時には3つのカラムが横に並んでいますけれども、これがスマートフォンのように狭いウィンドウの横幅になった場合は、このように縦方向に変化します。これが非常にベーシックなレスポンシブのレイアウトの仕組みです。ただし、コンテンツの内容によっては、 横幅を狭くした時でも横並びのままにしておきたいということもあるでしょう。ブートストラップにはどんなに狭い横幅になってもずっと横並びにしておくというバリエーションも用意されています。ここまで見てきたような考え方を利用して PC のように横幅が広い環境向けには横並びを中心にしたレイアウト。 スマートフォンのようにウィンドウの横幅が狭い端末の場合にはそれが縦方向に並んだレイアウトになる。このようなものを制作していくことになります。もちろん必要に応じてタブレットのような中間サイズのレイアウトを用意しておいても良いでしょう。以上このレッスンでは CSS フレームワークブートストラップの中に用意されている 12グリッドレイアウトの考え方について解説しました。